世界のシュート、トモシラのシュート、岩田つです。今回モンストとソードアートオンライン会をしましょう。まあ読んで字のごとく、はい、まあ、ソードアートオンラインがコラボしたと。今回は、まあ、第3弾といいますかアルファでのコラボということで、はい、まあ、さすがにコラボが来たら回さざるを得ないと、はい、いう感じで今回は僕と妹達で、まあ、このソードアートオンライン、まあ、通称 SAO、はい、まあ、回して、まあ、しっかり当てていきたいなと思います。それではいきっ、マジマンジなんだよ。あ、ではね、妹達さんから、はい、何が欲しいんですか。アスナですか。違いますよ。アリス新設シティサーティーですか。全キャラ欲しいです。パッと言って強欲オア強欲です。じゃあ行きましょうか。はい、行きます。やっ、確定演出がね、なんかあるかもしれんけんね。確かにアルファやけんね。そう、周りがサマーになるとかね海辺になるとかさ、あるやん。周りがサマーって何。サマーバケーションみたいな。ビーチでいいやん。いやいやいや、せやわからん、ビーチかはわからんやもん。じゃあ行きます。いけ、コース、あーではない。はい、やろう、バカ野郎、やろう、行くよ。あー、まあでも大事な星がちやで。あ、まあそうね。キュキュン、キュキュン。でも選べる、選ぶのきつくない3体が。逆にね、確定引きますわ。よっこいしょ、引けずと。まだ分からん。ほら、ちょっと待ってて。この間重心化か、重心化返した。お前お前水やけん、まあサマーっぽいね。うざ、なんかこの前なんかあれっけ、チャレンジの100連でも出たぞこいつおい、ここ1回って多分3体ぐらい当たってるこいつ。いや、まだいきますよ。まあまあまあ、確かにね、全キャラコンプしたいと言ってるね。あと3、あと20連でいけるかないや、そう、わからんや。まあ何かしら当てたいです。いきます。なんかアスナの SP やばいらしい。そうなんすか。なんか 6割ぐらい持っていくらしいですよ、割合で。いくぜ、うわっ、あーやばい、やばい、上がらずと。止まって、止まってに当てると思うけどね。嘘だ、おい、嘘だ。おお、これさすがアルファや。アルタイル、まあ近畿の27で使えますから。ふざけんな、俺27適正しかおらん。うわー、何しに来たよお前。やばい、やば、え、ちょっと待って、え、ラストっすか。これラストっすね、正真正銘を待って、俺今まで引き強かったのがここに来て反動きた。いや、来てるねこれは。ラスト、いきます。お、ちょっと暗くなかった。なってないよ。な、やめてくれよ。でも道キューって行けるときに、ゼロ、マジで、あああああ、やばい、具合悪かった。ちょっと待って、星ごろく星勝ちのベイカーズのみと。めちゃめちゃアルタイル、アルタイル、アルタイル、お前アルタイル忘れんな。イモザツさんは30連で星51体のみと。よし、しゃあない、もうこれは切り替えよう。まあこれは、彼はまあまあ証拠とか彼は余ってたり、まだ、あ、初クリア若干余ったりしてるところあるんで、まあそういうので応募を確保して、まあ挑んでもらえたら、まああの復刻もしますし、追憶の証拠復刻と、まああと新イベントで、あのクエストも出てるので、はい、まあ、そちらでしっかり応募を回収してもらえたらなと思いますじゃあ次ね、まあ、はい、僕はまあ10連でパッパッパッとさっさっさと当てるんで、いや、明日頼む、リベンジしてくれ。僕いきます。マジマンジ、あ、
ではね、芋達がちょっと不甲斐なかったんで、まあしっかり、ま、ガチャを回していきたいなと。まあ星ガチャの調整はできてるんで、はい、まあでも10連で3手当てて星ガチャはもう回さないでいいように僕はしたいなと思います。お願いします。いきます。ちなみに何連するんですか、予定では。いや、そんなないですよ。10連ですよ。10連で当てるんで。いきます。おい、明日また刺してくるわ。確定が。何を言ってるで。いきます、さすがに。あー、誰だ。アリス、シャ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 。アリス、新設ステイサーティー、当たりすぎ、俺。前のやつも 2体当たってるから。いや、素晴らしい。これ重心化出る。なるほど。必ず重心化してる。いいですね。こいつあれ、脳筋ですよ。天魔7回使えるらしいんで。強いらしいです。もう一回止まったら熱い。まあ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 。止まれよ。いや、でも当たってるよ。当たってるよ、あなた。あなた当たってるんですよ。アリス新設シーサーティーゲットと。強いですね。なるほど。じゃ あとシノン、シノン、シノンとシノンとアスナ、アスナが残っていると。ラスト10連いきましょう。はい、星ガチャを回して最後ね、ハッピーエンドで終わりたいなと思います。いきます。確定も見たい。で、よし、頼む。よし、チュン。ダンダレンダンダンダレンラン。終わった終わった終わった。お、くそ。持ってない。工場キャラがいるだろ。それが好き、それが好き。止まってる。おお、高すぎみたいなやつ。持ってないの。高すぎ持ってなかったね。意外よね。めっちゃ当たっとる。すごっ、すごっ、当たりすぎ。すごい。これエリック・カネミツ、ちょっと存じ上げてないです。トリミーだよ。これ星ガチャ溜まったのか、まあ、分かりません。ギリ溜まったかもしれないですね。いきます。おお、ギリだよ。ほんとにキュピーラスト。まあなんかアルファが欲しいです。はい、持ってないんじゃない俺。いかつ、そうそう、いかつ。おい、持っとるやん。いや、持ってないじゃん。でもニューとかだったら、ここはニューやけど。あー、取れた。一口で持ってないじゃん。持ってないのかな。素晴らしい。やな。そうそう、逆に持ってなかった。こんだけやっとってすごいな。いや、まあ50年やってアリス新設 T30 が1体と。まあ、ちょっと妹達がちょっと不甲斐なさすぎましたね。星51体ですから、ベイカーズ合わせて2体と。ベイカーズですね。ベイカーズを星5にカウントしなさ。まあでも星ガチャやってみます。いや、まあでも結構厳しい結果だったと思うんですけど、はい、まあこのイベントね、あの結構長いんで、8月末、9月2日まであるんで、ぜひね、あの近畿だったりとか、まあ、未開の大地とか、まあ、絶球トーナメントとか、そういったものもあるので、まあ、ぜひね、応募を貯めてガチャを回してみてはいかがでしょうか。ね、まあ、今回ね、このアルファガチャ、まあ、よかったと思った人はぜひチャンネル登録と高評価の方お願いします。じゃあ、さすがにちょっと妹たちの爆死が気持ちよかったなと思った人は、ぜひコメントで教えていただければと思います。コメントの方お願いします。お願いします。それでは来週のラキモンを見て、お別れいたしましょう。来週の疑問はこちら。